ました。ありがとうございました。ナイスピーチ。全チーム無駄点差で、もう二度目の友達なんですが、気分はどうですか？今日勝てるとは思ってなかったので、すごい嬉しいです。前回とは違って、二度目の登板となりましたが、緊張感というのはどうだったでしょうか？そうですね、今は周囲のチームとやらせてもらうということで、自分も中継するようと思ったんですけど、ちょっとやっぱ最高です。力になります。これからもっと頑張って応援してもらえるように頑張るので、応援よろしくお願いします。